皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年のドラマシリーズ、モナーク、レガシー・オブ・モンスターのシーズン1、現代、モナーク、レガシー・オブ・モンスターズ。1話が約45分で全10話。主な出演は、サワイ・アンナ、渡辺蓮、キアシー・クレモンズ、など。ゴジラのサンフランシスコ襲来を生き延びたケイトだったが、その後驚くべき秘密に触れ、さらなる衝撃を受ける。彼女は自身の家族の真実、そしてモナークという秘密に満ちた組織の実態を知ろうと、世界をかける旅を始める。というストーリー。モンスターバースの一部であるドラマシリーズで、サンフランシスコが破壊された後の2015年と、モナークの黎明期の1950年代という2つの時代設定で構成される。映画作品ではおろそかになりがちな人間ドラマがメインで、映画での出来事の隙間を埋めながら、登場人物の掘り下げもきちんとできている。複数の映画とのつながりを示唆する脚本は巧みで、怪獣の使い方も効果的。ということで、評価は。Thumbs up.